はい、どうもあやたろうチャンネルのあやたろうとにゃんです。お願いします。お願いします。あ、ね、僕こっち使おうかな。あ、その動画これこっち使おうかな。 80? うん、戻ってきた。80に、おかえり。まだわかんない。まだわかんない。うわということで、今日は何やるかというと、まあはい、あのトップ打ちをねやるわけなんですけれども、うん、まあ、その際にコツとかも話すんですが、はい、最近多いのがあのこの振り切りね、肩に巻いた方がいいのかとか、ここで終わった方がいいのかとか、ここの人もいるじゃんとか、まあ、いろいろ。あと左手の使い方ね、こう上に上がるのか、なんかここに肘引くのかとか、いろいろね、なんか振り終わりのことあるんですけど、まあ、それについてね、いろいろ話したいと思います今日は。はい、まあ、早速じゃあやっていきましょう。はいよ、せーの、レッツゴーって言いながら、実は 80S でトップ打ち打ちたいんでしょ。そう、打ちたい振り切りについてなんですけど、振り終わった後についてなんですけど、まあ、正直前も言ったんですけど、この肩に巻くのが絶対じゃないんですよ、角度によって。だって僕の前トップ打ちとか多分ですけど、こう来て当たってここになればいいの。あるある、ストロークとかパーン、ここになればいいの。なんで一概に肩に巻くっていうのが絶対じゃないですけど、基本的には肩、自然と下から上になれば肩の方に行くんで。そうだから、これは一概に言えないんで。だって高いボールはさ、すごい難しいじゃん、こうこうやってこう明らか自然じゃないでしょ。打ってドライブかけてここになるんで、まあ、ちょっと一回トップ打ち僕のを見ててみてください。僕もちょっと一回これ自分で見たいんで、じゃあ一回トップ打ち打っていきたいと思います。振り終わりが、これ肩に巻いてやってみるか。ちょっとこうなっちゃう、ドライブがかかりすぎちゃう。やっぱ自然なんだよね、動きが。ちょっと見たくない、見たくないでしょ。だからやっぱ必ずしもここじゃないんだよ多分。だアンダーストロークとか下から上に行くから肩に巻きつけるのはいいんだけど、やっぱこの打点は素直にまっすぐ当たってから、あとはもう余韻でね、球の抜けていくところを探す。これ人の背によっても違うから、やっぱり背のちっちゃい人、大きい人によってまた振り終わりも変わってくるから、何が大事かっていうと、まあ、トップ打ちもストロークもそうなんですけど、このインパクトがね、当たってからいかに厚くボールを打ち出せるとかどうかっていうところにかかってくると思うので、まあ、その辺を、まあ、振り切りを意識しすぎるというより、インパクトの方が意識した方がいいのかなと思います。トップ打ちのコツとしては、今打ったんですけど、まあ、しっかり後ろから前に踏み込んで、まあ、リラックスした状態で入ると、でどっちでも打てますよって体勢を作って踏み込んで打つ。トップ打ちの詳しい説明は概要欄に貼っておきますので、まあ、そちらを見てください。ということで、あの、ね、ジオブレイク 80S めちゃくちゃいいですね、トップ打ちも。これ良くない、トップ打ちってか普通に良くない？めっちゃいいんだよね、トップ打ち。僕結構トップ打ち好きなんで、収まってくれるんですよね、80S。もうちょっと打っていきたいと思います。ちょっとテンポ早く打っていきたいと思います。あゆたろうチャンネル。イメージはロス感じの方がいい。今どっちかというとスパタイプの感じだから。ああ、押すのか。この当たりのまんま、なるべく薄くならないように、熱いまま熱いままみたいな。内側から入っちゃってるから。ああ、こっち側。今の、今の、今の。
あゆ太郎チャンネル。あざした。ということでね、トップ打ちの振り終わりとかに関してなんですけど、うん、まあ、必ずしもここじゃないよって、人の背によってとか、そう、弾道によって違うから、そうよね、こういくものをこうって結構難しいし、そう難しい。でも、ね、そういう打ち方の人もいるから、結構前打点の人とかは素直にパーンっていけるから、そうだね。そうそうそう、自分のトップ打ちもちょっとね、癖があるんだよ。実際、うん、他の人多分人のトップ打ちより結構高い打点で打ってるから、ね、で真フラットに当ててるからここでも多分いけると思うんだけど、まあ、ちょっと傾けてますもんね。そう傾けてる、もうだから こういう周りにしてる、こういう軸に、うんうん、こういう軸にしてるんで、自分のトップ打ちはちょっとね、まあ、癖があるというか、人によっては肩を痛めてしまうかもしれない、かもしれないから、まあ、まあ、合う人は僕の、まね、打ち方を真似してみてください。まあ、威力は多分出ると思うんで、そうしましょう。こちら80です。使いやすい。いいな。音がいいね、やっぱ。音はまあ、スラッシュかな。スラッシュね。やっぱラケットの硬さもね。そうね。うん、お、まあ、もうちょっと、もうちょっと吟味したいと思います。はい。ということで、まあ、トップ打ち皆さん磨いて、どんどん攻撃力のあるね、球を打ってってください。はい、あと一つね、球を押す感じを、さっきレンニャにも言ってたけど、あ、そうね、あの感覚をね、もうちょっと、トップ打ちってどうしてもこう、パチーンって縛いてる感じなんですけど、意外とね、こう、トップ打ちも戦場に。僕も結構、ドフラットに当ててるんで、熱く熱く、まあ、その辺をちょっと試してみてください。はい、はい、じゃあ終わりと思います。この動画がいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンを押します。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、バイナー。